かったです。はい、というわけで始まっているみたいだけど、こっちで音が出てないとかいろいろ言われてるけど大丈夫ですか？きっとラグだからログのせいですので、どうにかしてください。どうにかしてくださ ください。今日から新しい、なんですか、このキーに入りまして、渋谷区道玄坂カフェからお送りします。キャラフレ公式放送、いつもいる辻倉弥生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。店長の北光です。お願いします。よろしくお願いします。何とかなってんのかな、はい、本当に多分どうにか、あ、始まったって言ってる。よかったよかったよかった。というわけで今日から始まります。お二人をご紹介します。私はしません、自己紹介お願いします。はい、はい、はい、エコ怪獣の妖精の国からやってきました妖精ゆめです。よろしくお願いします。そして本日はゲストで妖精ゆめちゃんの仲間をやってまいりました、人形の国から人形エリーです。こんばんは、よろしくお願いします。というわけで今まで、キャラフレ放送人間がやってたんですけれども、なんか、妖精と人形がやってきました。あ、初めてですか？初登場ですか？初登場ですね。人間以外は。やりました。記念すべき。記念すべき初人形と初妖精。初妖精。たじ。たじ。はい、というわけで、まず、ゆめさんのアバター、はい、今日、放送初ですね。こっち側に。はい。はい、なんか違うピンクの怪獣もいますけれども、あら適当にポポってやったことがあるんですよ。はい、2、3回押すと、はいはい、なんか沈黙してる。あれずっと操作してないと、ぼーっとしてた。ぼーっとしてましたよ、ちょっとぼーっとしてました。そんなことになります。はい、本物の怪獣とこっちのエコ怪獣、ちょっとこう、あらあらあら、消えちゃった。あら、旅立ってしまったのかな。あ、なんかコメントが来てらっしゃる。あ、コメントがいっぱい。あ、すごい。ちょっと重そうな感じですかね。大丈夫ですかね。渋谷の夜はやばいっすね。ね、あ、出てきました。よかったです。すごい、かわいい。かわいい、かわいい、かわいい。あ、すごい。この怪獣は何ですか？あ、これはエコ怪獣の公式のキャラクターになってます。エコ怪獣っていう名前なんですか？あ、エコ怪獣って名前です。名前です。名前です。あ、尻尾が可愛いの。あ、そうなんです。カラフルになってるんです。で、ね、なんかあれつけてんの、ヘッドホン。そうなんです、ヘッドホンもつけてる。恐竜ってそこに耳ある。あ、そうです、恐竜ここです、耳は。可愛い。ありがとうございます。中はゆめちゃんなんですよ。中はゆめちゃんです。中着てるんですよ。着てるのは私です。可愛い。そう、隣にも、ね、怪獣がいる。仲間みたいになってますわ。並んで仲間みたい。キャラフレの初期の頃の。おお、レア。かわいい。どっちの怪獣も強そう。強そう。ペンギンもいるし、キャラフレ結構着ぐるみ多くて。おお。羊とか猫とか。猫もいるんですか。見たいです。見たいってみんな来て来て。あ、来てきてくれるかな。まあ、そんな感じで、はい、今日から1ヶ月じゃなくて1年よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日、ゆめさんは1年を通しておそらくいるつもり、はい、毎月会えます。毎月会えます、はい、で、エリーさんは、はい、こういたりいなかったり、他の人が来てくれたりする。あ、呼んでいただけたら。はい、そうです。エコ怪獣 VS 非エコ怪獣。非エコ。エコ怪獣じゃないですね。キャラフレでですね、怪獣小町とかいう、はい、なんかそういうグループがいて。怪獣小町。黒と黄緑とピンク。あ、ピンク。たまに紫と赤と青がいたり。すごい。仲良くしてあげてください。ぜひぜひお願いします。さて、何ですか？あと何するんですか？あ、ね、これ何分から始まったっけ？おい！見てなかったね。40分くらいかしら。40分くらい？20分くらい？何か見れない。こんな感じ。こんな感じで。そして、最初の方は、私もちょっと
とすみませんなのですが、エコ怪獣って何ぞみたいな、はい、ちょっとフラフレやってる人も、まあ、9割ぐらいは分からないかと思うので、はい、エコ怪獣とはっていうのをちょっと教えてほしいのです。はい、はい、言ってしまいますか。言ってしまいますか。はい、エコ怪獣は人間の悲しみに食らいつくをコンセプトに活動しているテクノロックグループになっています。テクノロックって言われても想像つきますかね。人間の皆さんは想像つきますか、ね、ついてないですわね。多分今頭にハテナが飛んでるんじゃないかと思うんですけれど、気になった方はなんと動画がYouTube とかに PV が上がっているので、はい、そちらでも今すぐカタカタカタっと見れば早速、あ、こういうのかっていうのが分かるので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。メンバーはね、私は妖精で、私は人形で、あと怪獣さんと女神と妖精だわ妖精だわ妖精だわ。これ見ていただかないとちょっと分からない、分からないです。ですけども、今現在の構成員は7名でした今は7人で活動してます。エコ怪獣というグループとしては5人なんですけれども、たまにどこからかエコ怪獣の主催のイベントとかではやってきたりする。他のメンバーも吸血鬼とかもいるんですよ。吸血鬼もいます。エコ怪獣軍団と言われてます。はい、それがエコ怪獣軍団と言われて、今日観覧にして来ている人たちはエコ怪獣軍団員です。はい、軍団、あ、そうです、軍団員、観覧に来てくれてます。ありがとうございますねそう、観覧に来ると軍団員になる。そうエコ怪獣好きな方はもうみんな軍団員になります。どこにいても、火星にいても、はい、火星にいても、どこにいてもエコ怪獣が好きであれば、今日から軍団員になれますか。なれますよ。今から、今から、今見てる人もなれます。ぜひ軍団員を名乗ってください。ぜひよろしくお願いします。なるほど、軍団員アットマンですけどねなるほど。俺自身が、うん、あのエコ怪獣さんのライブの撮影をたまに、そうなんです、お世話になります。ぜひこの動画出てくれないかな。やったね。いただきました。はい、お呼びいただきありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しいライブを見させていただいてる。おお、嬉しいです。どうですか？楽しくて。え、どこがいいですか？もっと詳しく聞かせてください。だよ。もっと詳しく。ぜひぜひ。いや、毎回毎回ね、エコ怪獣のボスさんは違うものを見せたいっていうことで、毎回なんか質問を出してくれる。その違いが毎回楽しいです。ありがとうございます。エコ怪獣 の、 あのキレッキレのダンスがまた大好き。ありがとうございます。ありがとうございます。全員踊るんですか？ね、踊るのは誰が踊るんですか？エコ怪獣で踊っているのは人形エリーと妖精ゆめ、そして妖精ゆなちゃんという子が踊っております。はい、やばい。妖精2人と人形2人、怪獣が歌い、女神が音楽を奏でているんです。はい、この構成は他では絶対に見られない、はい、ここだけです、だけの、はい、構成ですので。でね、また見に来てくれてるエコ怪獣軍団がみんな面白いよ。あら、ですってね、軍団、軍団員、軍団員の皆さんがですか？軍団員が、あら、褒められてますよ。もうみんなね、コントでもやってるのかしら。あ、そうだなーって思って、ほんまに。俺後ろで撮っていつも楽しいよ。あー軍団員すごいね。もう、まばらは温泉も取れてて。全宇宙にいるわけです。そうです、はい、全宇宙にいます。何万人か、何百人か何億人かわかんないけど、何億人は多分いると思いますね。なるほど、はい、すごいな。でも毎日のようになんかライブやってるとかっていう噂を聞いたんですけど、はい、今週どこで何やったかちょっと教えて。今週ですか？今週は昨日やってたわね。昨日やりました。はい、昨日は、あ、昨日じゃないです。あら、あ、おとといね。おとといです。おとといの日曜日感覚がおとといの日曜日にライブに出演させていただきました。どこ行ってたんですか？池袋です。お、池袋の方でライブがありました。あとはその前だと、あ、記憶、もうやりすぎて記憶が、ちょっと記憶が曖昧になってきてしまってて、ね、1日に自分たち主催のライブがあるのに、すいません、これからちょっとどこどこ行くんでとか、3本くらいライブをするからね、これありますね。どこ行った？いや、なんかさっき出かけてましたね。よくあります、よくあります、よくあります。寄席は飛べるんで、空飛んでいくんで。
っと人形は頑張ってます。走ってます。人形さんなもんで。人形は大体運んでもらう。そうですね。大体人間と一緒に運んでもらってついていきます。ちょっと足遅いんですけど。え、人間はいるの？あ、人間はいない。人間は軍内の方々が人間で、はい、メンバーにはいないです。あら、ちょっと困惑させてしまった。あら、あ、またぼーっとしちゃった。あら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 、よいしょ。辻蔵さん前で入るよ。あれ、ぼーっとしてた。あ、やっぱり。いや、ぼーっとしてたになっちゃうんだ。あ、OK。ちょっとだけ下げた。こうすればいい。あ、あ、あ。入ってますか？入ってますか？聞こえない。店長に負けずに。店長がうるさいんじゃないの？あら。いや、俺は一生懸命なんだよ。みんなに、ね、紹介したくね、ありがとうございます。ありがとうございます。きっとね、キャラフレの、ユーザーのみんなだったら気に入ってくれると思うんだよな。すっげえ面白いんで。ああ、ぜひチェックしてもらいたいです。すごい人がいっぱい来てる。ね、結構ね、ライブやったりも、なんかこう、5次元プロジェクトってやつも結構みんな来てくれるんで。うん、すごい。人間じゃない感じの人多くない？人間じゃない人もたまに。え、そうなんですか？絶対エコ怪獣と会います。絶対会います。絶対会います。結構人間じゃないね、ああいうのとか。これ何ですか？この白いのは？この白いの入ってますよって、何ですかこれ？それね、私の声がね、小さいよこの野郎って言われたので。あ、そうなんですか？このキャラクターすごい。かわいい。ペンギン？あー、でかい、でかい。でかいです、サイズ感がすごい。でかいけどペンギンの赤ちゃんでね。私よりでっかいですよ。かわいい、でもペンギンの赤ちゃん。ペンギンの赤ちゃん大きいですね。この顔一度見たら忘れない。忘れないから夢にも出てきそうなぐらい。よくよく言います、ね。え、そうなんですか。あのキャラフレの中で、あのこういう着ぐるみとか、はい、制服、あの、まあ、右側の子ですか。あれがこの昭和学園の、はい、いわゆる一般的な普通の制服。めっちゃかわいい。なんだけどみんな自由に着替えて遊んでる。すごい。はい、そうなんです。いろんなのがあって、はい、アイテムがね多すぎて、ね今ね6万。6万、ね、覚えてられないぐらいいっぱいあって。すごい。6万。そう、それをみんな組み合わせて、なんかこんな感じ。じゃあ同じコーディネートの人とかなかなかいないんじゃないですか。6万トライバラバラで、そう、それをわざと合わせたりとか、なんかよくわかんないけど双子コーデとか。あー、なるほど。かわいい、それは。そう、顔を出したい人は出してるし、はい、一番こっち側にいるのは、あ、これ金髪が出してないですね。あ、これこういうかぶり物、かぶり物であるんですか。そうそうそう。これ素顔かと思いました。人間もかぶり物。あれ人間じゃない。中身は人間なんだけど、はい、はい、すごい、こんな感じでいろいろあるんですよ。今後怪獣を脱いだ時に、あ、何かお洋服を着るものがあれば、あ、ぜひ着てみたいです。着たいです、着たいです。しばらくはこの怪獣で、はい、エコ怪獣のなんかライブの衣装とかデータ化できればいい。あら、すごい。実際の衣装だからね、オリジナルでやってることも多いし。あ、そうでもない。目が泳いでるけど、どうなの。泳いでないですよ。天から授かってる。あ、天から降ってくるので、あまりそういうオリジナルとかはあまり意識したことがなかったんです。そっか、降ってくるもんで。でもエコ会社は降ってくるね。降ってくるのはちょっとね、いろいろ事情がありますね。あら、いろいろ事情が。人間のみんなも大変だなみたいな。あの事情が、人間界も大変なんですね。人間界ちょっといろいろありまして、はい、そんなコーナーしてると多分そろそろこう次のコーナーへみたいな、そうですね、あの字幕が入って、字幕は入ってこないけど、次のコーナーですかね。じゃあ次のコーナー行きますか。コーナー行きましょう。